はい、皆さんこんにちは。今日は、久しぶりにね、横浜のカジノの話なんですけども、横浜のねカジノを誘致すると、昨年のもう9月ぐらいやったんですかね。なんでも2、3ヶ月前ぐらいに、今の横浜の林市長さんですかね、が誘致するということで、それに対してね、横浜市民の方が反対の運動をされているわけですが、私はね、大阪に住んでいまして、その活動のすべてを知っているわけでもないし、本当にツイッターでね、ちょこちょこ拝見するだけなので、大したことは正直知らないんですが、あまりね、過剰なツイートとかっていうのはやめはった方がええんちゃうかなということをちょっと思ったんですね。で、どういうことかっていうと、その価値の反対運動で、いろんな団体があるんですよね。いろんな団体があるのはしょうがないと思うんですが、そのいろんな団体がそのいろんな活動をされていて、そこもしょうがないんかなと思うんですけど、見てますと、その同じね反対のグループなんだけれども、別のグループに対してそのなんか妨害行為みたいなことがあったみたいなんですよね。その具体的にどういった妨害行為があったかっていうのはちょっと私 その知らないところなんですが、妨害、に対して抗議する、ここまで OK やと思うんですけど、最近ね、その妨害を私は忘れないみたいな、なんかすごい強め のツイートを拝見しまして、もしね、僕がその横浜カジノの、受任者になってたらっていうと、受任者っていうのが、最終的にそのリコールには50万人の署名を集めないといけないんですけど、その署名を集める人が受任者という立場になるんですけど、その今受任者を集めてはるんですね。で、その受任者になったらどうなるかっていうと、実際、リコール署名を、ここからこの期間で集めますとなった時に、署名をもらうと、集めるというような立場なんですが、今現在そのリコールに必要な署名が50万人の署名で、その受任者、その署名を集める人を5万人集めようというふうな活動をしてはって、その活動をしてはる人がそういうふうなツイートをされてたんですね。もし僕がそういった受任者になって、そんなツイートを見かけ、最近はどんな活動してはんねやろうと思ってツイッター覗いたら、そういうふうな攻撃的なツイートをされてたら、俺ひょっとしてこの署名集める期間に、その多分ね、目標何人で頑張りましょうみたいなことがあると思うんですよね。で、もし俺それ集められへんかったら、こういうふうに叩かれるんかなっていう恐怖がちょっと正直芽生えると思うんですよね、もし僕がその受任者の立場やったら。したらどうするかっていうと、すいません、ちょっとこの3月で転勤になりまして、ちょっと僕横浜市から出るので、ちょっともう受任者の個人情報を消しといてもらえませんかみたいな感じになると思うんですよね。 SRK さん、拍手ありがとうございます。なので、そのお気持ちとしては分かるんですよね。そのせっかく頑張ってるところにその妨害されたら腹立つっていうのは、やけど、その妨害に対する抗議までに止めといて、その後ね、まだこう言うっていうのはちょっとやめときはった方がええんちゃうかなと。最近はね、別の団体のことの人のことをね、ちょっとディスったりするコメントもちょっと見かけたので、そういったものっていうのは特にね、リコールに向かうのに正直マイナスになりこそ、それプラスにはならないと思うんですよね。身内でそうだそうだってなるのかもしれないけど、身内でねちょっと盛り上がってできるリコールじゃないと思うので、
ね、でまあそんなに偉そうに僕も言うてますが、まあ僕もね結構言動が過ぎることがよくあるので、ちょっとねこれは自戒の念を込めてね、ちょっと一応こう記録しとこうかなと思っております。でまたね、私大阪に住んでますので、まあ大阪もね、その火事の誘致っていうのはまた決まっていくでしょうし、またあとね大阪の場合は都構想ってい う政治的な課題というか、そういったものもあると思うので、まあ今回のね、横浜火事の反対の活動っていうのが、まあ、どういうふうなことをやっていきはって、で、まあ、その成果がどういうふうになってっていうことっていうのはちょっと参考にさせていただこうかなっていうか、まあ、注視していこうかなと思っております。ということで、まあね、あまりこう過激に攻撃するのは、まあ、僕自身ねやってるんで、ちょっとね、まあ、人の振り見て我が振り直せというか、まあ、そういう人を見ないと、まあ、自分自身にもちょっと気づけない、まあ、未熟者でございまして、ちょっとこれを一応記録しておこうかなと思いました。ということで、またにゃー。